โดยกับผมคาสมังครับตอนนี้อยู่ที่กลางสถานีพร้อมพงนะครับวันนี้จะไปกินโทชิโกชิโซบะนะครับรู้จักไหม日本人は年末に年越しそばっていうのを食べるんだよね。いよいよもうすぐハッピーニューイヤーなので、これから年越しそばを食べに行こうと思います。では1T30นะครับจริงๆแล้วคือวันกิน年越しそば1T30えなか本当は31日に食べるべきなんだけど、ちょっと明日時間ないっぽいから、ちょっとフライングで年越しそばを食べに行きます。まあ、こういうのはね、気持ちが大事だよね、気持ちが。ちょっと待って、年越しの前に半分だけ食は。半分半分。基本小銭半分に使うんだよね。なんか小銭いっぱい持ってってもしょうがないし。なんか子供抱えてる親見ると、なんかあげたくなっちゃうね。あげなきゃいけないなって気持ちになるんだけど、あとなんかたまにコモンドールみたいな人いるから、その人にもあの担保するようにしてます。今日行くお店は、ランチュー生そばあずまカップ。もうね、プロンポイントからすぐ近くだから歩いて行ける距離だね。ここかな、多分合ってると思うんだけど。合ってる。あ、あった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 。じゃあ早速ね、その年越しそば、なんで年越しそば食べるのかっていうところの話も含めながら楽しんでいこうと思います。最後まで見てくれると嬉しいです。行ってみましょう。はい、ガン。入店した瞬間の挨拶とか、いらっしゃいませだった、いいね。なんか結構もうあるね、いっぱい。ぶっかけもいいんだけどね。これおすすめっぽい、イカメンタ。美味しそう。イカメンタ丼セットだね。そば食べるときはね、なんか一緒に食べたいね。天丼とかさ、天ぷらとか、3つ選べるのいいね、これ。うわ、悩む。シンプルにここは天ぷらセットでいきます。あ、おあんにか。カボン、そばはギーコンか。ギーコン、ヌコンライバ、ヌコン、ソンコンさん。ああ。へえ、すごい。3玉まで同一カードだって。そんなんできんの。なんか勢いで3玉頼んじゃったけど、食べれるか心配。食べるよ。そばがね、もうね、懐かしい。なんかあんまりタイでそばって見ないんだよね。タイの人ってあんまりそば食べない。俺はそばめっちゃ好きで、タイに行く前に最後に何を食べようっていう風に考えて、で結局食べたのがそばなんだよね。その時もあれだわ、そばとね、天ぷら食べた記憶あるわ。それぐらいそば店が好きなんだけど、タイであんまり見ないからさ、食べる機会がなくてちょっと残念なんだよね。そばとあとね、うどんかな。うどんも好きなんだけどさ、あんまりタイで見なくて。食べない、タイの方どうですか。食べないです。そば食べたことないって人も今日の動画見てね、食べてみたいっていう風になってくれたら嬉しいな。食べてみてほしいな。美味しいんだよそば。いかあー、うわー、すごっ。やいまー、でかっ。食べれるかな。いや、食べれると思う。この量なら意外といけそう。これがつけだれだね。これにつけて食べます。で、お好みで薬味を入れて、で、これはね、天ぷら用のタレだね。これにつけて食べます。これね、割り箸でね、箸置き作ったりするよ、日本人は。エビの天ぷらも完成です。かわいいでしょ。これをね、こうやってね、箸置きにする。あとね、割り箸はね、こうじゃなくてね、こうやって割るとね、綺麗に割れるんだって。じゃん、いただきます。うわ、もりもりだ。すごい量入ってる。うわー、マジで久しぶり。うん、うわ、めっちゃアロいわ。うん、あ、すごい日本の味。やっぱりね、生そばだからね、食感と風味がね、全然違う。めっちゃもちもちしてる。おいしい。これにね、わさびをたっぷり入れていきます。もうね、ネギもね、全部いっちゃう。
ただいま日本って感じでもね、タイの人ってお皿持たないもんね、こうやって持たないし、麺ってすすらないんだっけ。だからタイの人からしたらすっごい行儀悪いかもしれないけど、今日だけ許して、うん、天ぷら、これなんだろう、食べてみよう。いきます。うん、こんなインゲンだっけこれ、うん、うん、やっぱ天ぷらといえばエビだよ。食べて、うん、うん、めっちゃ甘いこのエビ、大きいしプリプリだし甘いし、このエビいいわ。天ぷらね、麺つゆにつけて食べるんだけど、塩につけて食べたりもする。抹茶と混ぜた抹茶塩っていうのも使ったりするんだよね。麺つゆも美味しいけどね、塩で食べるのも美味しいよ。いらっしゃいませ。いいね、本当にね、日本のお蕎麦そのままって感じ。しかも種類もさ、いっぱいあるから、日本の蕎麦食べてみたいって思ってくれたらぜひ来てみてね。サンタも結構あるかなと思ったんだけど、もう美味しくて全然スルスル入れちゃう。意外とね、そんなねモリモリっていう感じでもなく、女性でも2玉ぐらいいけるかもしれない。そのね、年越しにね蕎麦を食べるっていう理由がなんかいろいろあるみたいで、蕎麦がこう細く長く伸びるから長生きできますようにっていう願いとか、あと蕎麦って切れやすいから、今年のね厄をね切り落として、そして新しい気持ちで新年を迎えるっていう意味もあるんだって。だからすごく蕎麦って縁起がいいらしいよ、うん、指がうめえ。だからね、年越し直後に蕎麦を食べるのは良くないらしい。今年の厄を切り落とすものだから、厄を持ち越しちゃうから、必ず年越し前に食べましょうねっていう意味なんだけど、うちは全然年越しそば余ってたから翌朝に食べてた。あとね、え、お姉ちゃんがそばアレルギーだから、そばとねうどんも一緒に出れた。人によっては焼きそばっていう人もいたし、ラーメンっていう人もいたからね。もう麺類なら何でもいいんだと思う。とりあえず年越しの直前に麺類を食べるっていうのが日本では縁起がいいらしいね。逆に気になるんだけどさ、タイの人ってさ、年越しの時にさ何かすることとか食べるものとかある？そういうのあったらコメントとかでぜひ教えてほしい。とりあえずハッピーニューイヤーの瞬間はセントラルワールドで今年は過ごしてみようと思います。初めてのタイの年越し、花火が綺麗らしいから、それをね楽しんでいこうと思います。動画にもするからよかったら見てみてね。そういえばさ、そば湯とかあんのかな。ここそば湯まであったらすごいけど。お腹、完璧だ。欲しいタイミングで欲しいものが来た。もうジャパニーズサービスだよね。テンション上がってるわ、子供も。これ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 、もうそばのね締めはね絶対にこれ、そば湯。このそばのつけだれにこのねそば湯をね入れてね飲む。これは美味しいんだ。ね、これがないとね、そばの締めって感じがしない。うわー、もう最高。おいそば湯。もうね、店によってはね、そば湯がちょっとね、ぬるいところとかあるんだよね。もうここは、さ、最高。そば湯ってなんでこんな美味しいんだろうな。タオビに入ったら絶対毎日買うわ。ごちそうさまでした。うわー、おいしかった。いい新年を迎えられそうです。ごちそうさまでした。うわー、おいしかった。やっとなんか新年迎えられそうな感じがする。来年はね、もっとねいろんな場所行って、いろんなものを食べて、いろんな景色をみんなと共有したいなと思ってます。今年もありがとうございました。来年も改めてよろしくお願いします。この動画がいいな、そば食べてみたいなって思ったら、チャンネル登録、グッドボタンで応援よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。トープンティーラップチョムチョムというみなです。はい、パーゴライ、ごサブスクライブドゥワイナカップサワディーディーマイカップ、バイバイ。